ね、こんばんは。皆さん、じゃあこんばんは。カッピーのジョイトゥーザワールドでございます。まあね、昨日もちょっとライブなんかちょっとね伊東の方でやってきたんですけど、はい、はい、まあ残念ながらね雨降っちゃってなかなかね天気が悪かったんですけど、やっぱ人も結構増えて、まあハロウィンのなんかイベントもね隣でやってたんで、はい、だんだんこう、まあ少しねコロナも収まってきて、ね、楽しく秋を過ごせれば、はい、まあ、今日みたいな、ね、天気が良かったんですけど、うんうん、やっぱ今日秋っぽかったですよね。今日秋っぽかったですね。本当もう今ね無茶でこうバーンって振っちゃいましたけどはい、それでは今日のゲスト第9回目です。はい、ということでさつきさんです。さっちゃんです。よろしくお願いしますということで、まあ、さつきさん、はい、ミュージシャンで、あ、はい、いらっしゃいます。もう初めてねお会いしたの、でも今年に入ってから、今年に入ってからですね。これはそう、うんうん、藤枝の石目マルシェ、そうですね、うん、でお会いして、うん、もう一発もう曲聴いたらもう超世界観、あ、大丈夫ですか。もう世界観がもう本当に癒しのワールド、もう独特な世界観、こちでございまして、まあウクレレを僕やってるんですけど、うん、楽器の方は？楽器がギタレレと言って、はい、ギターとウクレレのちょうど間の楽器に、はい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 、はい、そう、ウクレレ弦4本なんですけど、あ、じゃあさっちゃんちょっとじゃあ見せてもらっていいですかね。これがギタレレなんですけど、はい、大きさも一応ギターとウクレレのちょうど間ぐらい、うん、でこの弦が一応6本ありまして、はい、上3本がギターで下3本がウクレレの弦になってます、うん、このソプラノのウクレレとちょっと比べるとやっぱ大きさがね全然もうだいぶ、うん、小さくて6本あって そう、そんな感じでやられてます。まあね、そこまで言ったらまずやっぱね、うん、1曲聴いてみたいということで、さあちゃんよろしいでしょうか。はい、はい、オリジナル曲も、やるんですけど、今からやるのが、この間までちょっとハワイ島に旅をしてまして、でそのハワイ島で出会った日本人の方が作った曲で「愛と私」という曲なんですけど、その曲がすごいよくって、でこれをぜひ歌いたいと思って、で歌っていいよって言ってくれたので、それを今日歌いたいと思います。じゃあよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ、愛と私という曲です。I
たもう、もうしみるね。あの違いますね、ジーンってくるっていう意味のね、しみるっていうね。痛い痛い痛いとかでそっちもしみるじゃないのね。本当に心にジーンとしみるということで、はい、もうあのさっちゃんとか、あのミカリンさんですかね。ありがとうございます。あとサゲさんも、はい、いろいろ来てますね。あのまあね、ハワイ島の話もねちょっと聞いていきたいんですけど。はい、うん、まずはちょっと音楽のなんていうんですか、はい、ルーツというか、まあ、なんで音楽を始めたのかなと、一番最初のルーツになるのが、はいはい、うちのお父さんがすごいギターとか好きで、ちっちゃい頃からお父さんがお家でギターを弾いてて、はいはいはい、でそういうのを聞いてたんですけど、で中学2年生ぐらいの時になんかお父さんが弾いてた曲で、うんうんうん、あのアコギ、うん、アコギでね、弾いてた曲で、うん、あのクイーンの Love of My Life って曲を弾いてて、はい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 、それを聞いてなんかちょっと弾いてみようと思って、うん、ほんほんほんで、お父さんに教わりながら弾き始めたのがきっかけで、うん、で最初は歌は全く歌わなくて、うん、弾くだけだったんですけど、それから弾いてたらお兄ちゃんがいるんですけど、今お兄ちゃんと一緒にバンドもやっていて、そのお兄ちゃんがその時あの高校生のバンドをお兄ちゃんがやっていて、はいはい、軽音がね、軽音でやってて、でそのベースの子がなんかライブに来れなくなっちゃったって言って、でライブの1週間前ぐらいにちょっとやってくれないかってまた、またいいね、あるよね、学生の頃とかはね、やっぱね、でもちょっとやるしかないと思って、で1週間前に初めてベースっていうものを触って、あ、じゃあギターじゃなくて急にベースやれと。まだギターだったら沼田なんとかなるかもしれないけどね。でベースをやり始めて、はいはいはい、で曲も何曲かやって、で当日ライブもなんとか乗り切って、乗り切った、すげえ。それでそっからなんかバンドが楽しいってなって、で、うんうんうん、それからずっとお兄ちゃんとバンドをやっていて、はい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 、はい、で、まあ、最初はカバーとか、うんうんうん、コピーとかみんなで曲を決めたのをやって、はいはいはい、ライブでやるって形だったんですけど、なんか最近2年前ぐらいから、うん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 、その自分もちょっと歌ってみようと思って、あ、2年前から歌い始めたの。あら、今まで全然歌ってなくて、うんうんうん、でなんか、まあ、歌い始めたらなんか自分の曲を作ってみようって思って、そうね、それは分かる、うん、でそこからちょっと自分の曲作りを始めて、はいはいはい、でそしたらだんだんなんか自分がその言いたかったことっていうか、お、はいはいはい、もちろんもちろんね、うん、その表現したかったことをだんだん音楽にこうできるようになってきて、お、でそれから今はもうなんか曲にできあの出来事とかを曲にしようって思ってなんかやってますね。あのバンドでそのお兄ちゃんとずっと活動してた時は、うん、ずっとベース、あ、ずっとその時はエレキギターで、ギターにじゃあそっからベースはね戻ってきてね、はい、ギターでやってたと。あ、でまたギターに、ね、戻ってこれて、はい、でそこで音楽を作りながら、そうですね、へえ、あのやっぱ影響を受けたアーティストさんとかはいらっしゃるんですか？割とその外国の曲とか、そのお父さんが好きだった曲とかはちっちゃい頃から聴いてて、でその歌曲とか、はい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 、あと日本だとあの今だと離れ組とか、あ、はいはいはい、いいね、あとはなんか結構あのヨレヨレっていう3人グループ の、 あのアーティストの人がいて、ヨレヨレさん、ちょっとそれちょっと後で調べます、はい、うんうんうん、すごく世界観も好き で、 んでなんか結構その人たちから影響を受けて、あ、はい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 、っていう感じです。やっぱ曲を作る時は、うん、メッセージ性が結構重視なのか、それともなんかメロディーとか、あー、まあ、これからね最後にね、うん、もう一曲やってもらうんですけど、はい、なんか最初に曲を作ろうと思った時に、うん、なんかいろんな曲はもうすでにあるし、うん、でじゃあさて自分が
作る音楽は一体どういうのを作ろうかと思った時に、はい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 、なんか自分が今まで生きて感じてたことでなんかこれは忘れないでおこうって思うことっていつもあって、はい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 、だけどそれを何か形に残したらいつでもその時の気持ちに戻れるなと思って、なるほどね、でそのよう曲にしようと思って、うん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 、だから自分が感じたその瞬間の思いを言葉にできたらそれにメロディーを見つけて作るみたいな感じで、じゃあ何て言うんでしょうね、間違ってたらごめんなさい、なんか思い出とかその場面の写真みたいな映像とかもその思い出をにそれにまあメロディーを乗せて作るような、そんな感じです。すげえ、俺そんなこと思ってないもんね。あ、じゃあ曲はもう何曲かはもう、オリジナル曲は、うん、5曲ぐらいは、あ、はい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 、はい、っていう感じですね。あ、CD 欲しいんですよ僕。あ、CD、ね、作ってらっしゃって今作っていて、うんうんうん、でなんか今はあのそれこそお兄ちゃんとバンドを今やっていて、はい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 、そのバンドの CD を今作ってるんで、うんうんうん、今年中にレコーディングをして、はいはいはい、まあ、来年にはあのものになってるようにとは思っています。了解。あの、はい、個人でね、さっちゃん の、はい、あの CD もね、まあ、あれ一応あるんですけど、うん、また言っていただければ、うん、分かった、じゃあ今度お願いします。、はい、そう、顔あの欲しいって言ったらちょっとなんかね、はい、売り切れそうです、ね、だったんですよ。でそれで、あ、今日言わなきゃと思ってて、今パッて思い出した、 あそうだと思って、ありがとうございます。そう、あ、それで、あの、うん、じゃあさっちゃん的にはさつきっていう、うん、まあ、個人の方と、はい、バンドの名前って何て言うんですか。今泉バンドっていう名前で、それの意味が、はいはいはい、私の名前が小泉っていうんですけど、はい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 、でそれのコードって泉って。なるほどね、泉バンド。なんかもっと深い意味があると思ったら、意外とそう、あの泉のようにね、こう出てくるとか音楽が流れるとかそういうのは関係なく、そういう意味もあります。 ありますね。 OKOK、 深読みしすぎたような気もするけど。、じゃあもうその、まあ、二刀流でやってるということ で、はい、じゃあちょっと、じゃあなんでハワイにこう行ったんですか。今年の8月7月に行きました。あの6月ですね、石木マルシェでお会いして、ね、うん、あのわ、じゃあ次あのいつ出るのみたいな感じで聞いたら、ちょっとハワイに行きますと急に。そう、え、なんで行ってたんですか。理由っていう理由が、うん、あのあれなんですけど、うんうん、あ、もうもちろんね、それはね、旅に行きたい時もね、あるし、そのなあの中で、うん、その夢の一つの中で、はいはいはい、ちょっと一人旅を、はいはい、あ、一人で行った、はい、してみたいと思っていて、はあはあはあ、でまだ一人旅をしたことがなくて、はあはあはあ、でなんか今年の3月ぐらいに、うんうんうん、なんかパッてちょっとどうしようと思った時に、うんうんうん、なんか今しか行けないなってすごい思って、うんうんうん、思った時に行こうと思って、大事、うん、でそこで思ったその日に行ける国を調べて、うん、自分が行きたかった候補の国で、はいはいはい、入国できる国、あ、そうか、今の状況的に、そうかね、コロナでね、うん、そうだもんね。でその中でハワイ島が行けるってなって、はい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 、でその自分が今ウクレギタレレとかも弾いてて、うんうんうん、すごいハワイに通ずる何かをちょっと感じつつあったので、まあそうね、今の聞いててやっぱりちょっとハワイアンのこうゆっくりした感じにもね、うんうんうん、やっぱ通じるところはね、はい、あるから、うん、そうだったんでちょっとハワイに行ってみようと決めて、うんうんうん、で7月に、7月から9月の、半ばぐらいまで行こうって決めて、うん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 、で行きましたね、うんうんうん、はい、じゃあ何、あの音楽旅みたいな形もあるけど、うんうん、まあ、うんうん、まあハワイを楽しみにというか、なんかその一応この楽器は持っていこうって決めていて、うんうんうん、でその旅の中でやっぱ曲を作りたいなと思っていて、素晴らしい、だからノートと楽器と持って行って、でそのハワイで感じたこととかを曲にしようと思って、で向こうのその
カエルの声とか夜になったらカエルが声のように鳴くんですけど、それをこう録音してあの CD に後でミックスさせようとか、いいな、それいいな、それちょっともらおう、猫の声とかやっちゃうじゃんね。へえ、あのなんかあのインスタでね、うん、ちょっと見させてもらってて、はい、結構なんテント？あのすごい、うん、あのハワイ島でも結構観光のところじゃなくて、はいはいはい、結構ローカルな、ローカルだね、地元の人がいるところにこう流れるままにたどり着いたんですけど、うん、そこ8月ぐらいに出たところが、はいはいはい、結構そのヒッピーたちが暮らす町で、ヒッピーたちは結構テント暮らしが多くって、はいはいはい、でオフグリッドって言ってあの家の電気もこの太陽光パネルでこう集めたので全部賄っていて、うんうんうん、で飲み水とかもあの汲んでは来れるんですけど、うんうんうん、あの雨水とかをこうキャッチして、はいはい、それをろ過して飲んだりとか、うんうんうん、あとお風呂とかも雨水から使うっていう人たちの中で、うん、中で3週間ぐらいあのあそう住んでました。すごっ単純にもうなんかもうビーチともう完全に、はい、あのハワイアのお店とリゾートホテルぐらいこうボン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 って浮かんでて、まあリゾートホテルで3ヶ月2ヶ月半はちょっとないなとはね思って、まあホームステイかなと思ってたら、はい、まさかのでもまあジャングル生活、ジャングル生活、ね、お腹とか壊らなかったの？なんか1回だけ、うん、なんか多分原因は雨水だと思うんですけど、その食器をこの雨水ので洗ってこうちゃんと拭かずにとか乾ききらずに使っちゃって雨水を多分飲んじゃったからっていうのでお腹を1週間ぐらい壊してああでもよかったら、まあまあそれぐらいでね済んで、まあでもなんかいろいろ勉強になるね、雨水はそのまま飲んじゃいけない、ちゃんと乾い、デトックス雨水デトックス、まあ、でもあまりおすすめしないような顔してるからやめた方がみたいなね私の苦しみをみたいな感じではい、そうあさすもうさすがとか、あ、マキさんがもうコッコみたい、うん、そんなコメントも入ってますね、もう面白いな、あでもうそこでじゃあ音楽も当然ねやりつつ、はい、なんかそのそれこそヒッピーたちが毎週やっているなんかマーケットみたいなのがあって、それはその現地の人たちがそのフルーツが豊富なんで、フルーツをこうテーブルに並べて販売したりとかしてて、その中でそのライブステージもあって、でそこで歌ってる現地の方もいたりとかで、もうみんなその楽器をみんな持ってて、でもうセッションしに行くぞみたいな感じで、いや楽しそうだ、周りに集まって、でこう火を囲んでみんなでいいな、今一番やりたいね、焚き火の周りで演奏するみたいなのはね、あのじゃあもちろん英語は、英語が全く喋れなくて、マジっすかもうあの、うん、全然喋れなくて、うん、その行きの飛行機の中で初めて英語の本を開いて、はい、勉強しようみたいな感じで行ったんですけど、でもそのもう入国審査の時から英語で質問されるんですけど、全く分からなくて、うん、もう一人でどうしようってなってたら、うん、たまたま通りかかったなんか通訳さんがいて、はいはいはい、その人に助けてもらってなんとか入国もできて、で、まあ、ハワイ島に着いても全く英語が喋れないから、うんうん、最初バスにも乗れなくて、まあまあそうね、うん、分かんないと思う、うん、なんか反対方向に行っちゃったりとか、もうだけどなんとかその本を読みながら伝えたりとか、あと単語を覚えてそれを伝えたりとか、まあいけるからねなんとかなるからね、うん、
そう、まあでもよく、まあ、ご無事でというような感じですけどね。へえ、でもまあいい経験になるよね。やっぱそれがやっぱこっから先の、まあ、性人生とかね、うん、人生はちょっと大げさすぎるか、うん、いやそんなことないかな、うん、音楽だけじゃないよねきっとね、うん、あそう、あの一番なんかハワイに行って旅をして、うんうん、はい、これだっていうなんかものっていうか、うん、思い出というか、まあ、うんうん、こういうのが見つかったみたいなのってあったんですか。ちょっと難しくて申し訳ないですけど。でもそれこそハワイにそのマウナケアっていう山があって、はいはいはい、富士山より標高が高いんですけど、そこでなんかあの星空とか見たり、 あと朝日を見たりするのがツアーとかもあるぐらいで、そこに2回行けたんですけど、そこで見たその星空がもうすごくって、なんかそれこそあの自分が作ったその宇宙の果てっていう歌があるんですけど、その曲を作った時に、うん、なんかその宇宙の果てのイメージが湧いてって見えてた、そのイメージがそのマウナケアの星空となんかぴったりハマって、マジっすか、それだみたいな感じでした。なるほどね。じゃあもう本当に自分が見たかった景色が見つかった、うんうん、そうです、いい旅だった、だし、うん、いい振りで流れでじゃあもう一曲聞いちゃってもいいですか、はい、もうこの流れで、はい、あの宇宙の果てをちょっと聞きたいんで、もしまあちょっとちゃちゃ入れられなかったら入れない、はい、入れないんで、お願いします。はい、じゃあ曲紹介からじゃあお願いいたします。これは去年の夏に作った歌で、宇宙の果てという曲です。これをイメージしたのは、宇宙の果て、そのマウナケアで見た星空と一緒だったんですけど、その宇宙の果てが自分にこう降りてきて、そこからその光を見たっていう時の歌です。OK です。じゃあいきます、はい。宇宙の果て。
ありがとうございます。見えたね、星が。見えました、ね、よかった。はい、ということでもう、ね、ビリビリきました。ありがとうございました。さあ最後にですね、はい、さっちゃんのこの演奏を、はい、もっと聞きたい方、はい、直近だとどうでしょう。はい、はい、あ、もうね、もう今ね持ってきてもらっちゃった、ね、作ったんですけどね、ごめんなさい、印刷してる時間がなくて。はいはい、はい、11月13日土曜日、またあの藤枝の方のね、石木マルシェさん市場でね、さちゃんも演奏されます。一応10時半からあともう楽しいウクレレ仲間と一緒にねやらせてもらうということで、はい、で、あともうこの先さっちゃんの情報を知りたい方はじゃじゃん、こちらですね、さつきさんのこの下のここのインスタグラムで、はい、おさゆ19で検索していただけたら、はい、また情報が出てくるということで、情報がありますね、はい、ということで、まあ、最後に僕、あ、私カピのライブの方もですね、次の日ですね、11月14日に静岡のブラウンシュガーの方で、はい、あのやらせていただきますので、こちらもまた一緒によろしくお願いいたします。ということでちょっとね時間オーバーしちゃったんですけども、ありがとうございました、もう本当に。ということでカッピーのジョイトゥザワールド、はい、第9回ゲスト、さっちゃんことさつきさんでした。ありがとうございました。またお会いしましょう。そして、この後やるね、あのパパユージさんの方が今日はちょっとお休みということで、はい、あのこちらの方で、まあ、やりずテレビの方放送はそこで、どうしようかな、どうしますか。ということで、はい、ちょっとパパユージさんはお休みということで、はい、ということでカッピーのジョイトゥーザワールド、はい、またじゃあお会いしましょう、はい、ありがとうございました。さっちゃんも海洋の格好してるし、ちょっと出たら何するの、マルちゃん先生いいですか、あ、500円払ったから、そうね、ちょっといいね、うん、うん、あ、じゃあせっかくだから、うん、せっかくだからじゃあ目が合う、どうしよう、変な話だけど、じゃあさっちゃんそのままで、うん、いいよ、そうですね、皆さんこんばんは。はい、KK ブロスさんへのジョイトゥーザワールド。今日はですね、あの、はい、ゲストに、ウクレレシンガーのカッピーくんと、はい、それからさっちゃんが出演していただいて、本当にいつもありがとうございます。ね、いつもこちらの方の石木マルシェというところで、はい、うん、あの我々一緒に、ね、演奏させていただいてる中なんですが、そうですね、いや、ね、どうしよう、どうしよう、もう任せたって感じなんですけど、うん、でちょっと延長戦ですね、そうですね、うん、延長戦ということでやらせてもらってますっていうか、はい、もう勝手に入ってきちゃって申し訳ない申し訳ない、いやいやいや申し訳ない、いや来るなー、来れるなーって匂いがした、多分チラシ持ってきてくれるだろうなっていう期待と、印刷し忘れてごめんなさいっていう感じで、ね、こんなね手書きで、うんうん、やらせてもらいました。 がっつりうちで飯食って、うん、食い終わってからみんなにこう宣伝だけしといて、はいはいはい、あ、やべ、うちにこれあるじゃん、これあるじゃんって言って、はいはいはい、置いとこにゃん、
そしてもうダッシュね。信じてた。まだ来ないかなと思いながらね。でただ入ってくるんじゃ申し訳ないかなと思って。うん、その格好なんです。あ、ミニオンズ。ミニオンズ。うん。昨日あれなんだよね。菊川の、うんうん、毎月やっているあの小林アロハ建設さんで、うんプチハワイっていうのやっててね、はいはいはい、で俺はちょっと行けなかったんだけど、はいはい、昨日はさっちゃんもね、はい、出演してでそこで出てたの？そう、アロハを感じる、なるほど、とても素敵なあのイベントがあるんだけども、うん、そこでいつもフラだったりタヒチアンだったり、うん、それから当然ウクレレの演奏もあって、で昨日はさっちゃんたちもね、はいはいはい、ポンティアックさんと一緒でね、はい、かっこいいんだよまた、おうん、それはちょっと必見かもしれない、うん、またちょっと違う風が流れるね、あ、じゃあ泉バンドじゃなくまた違うコラボみたいな感じなんですか、うん、泉バンド泉バンドも昨日はやったんですけど、うん、なるほどなるほど、パンティアックっていうバンドがあって、うん、それもすごくいい、あ、そういうことか、ごめんなさい、コラボじゃなくて、ね、で、お兄ちゃんがベースね、うん、昨日はうん、なるほどなるほど、そうそうそう、実はね、実はね、はい、びっくりなことに、あ、そうだ、びっくりなことに、はい、さっちゃんちお兄ちゃんとうちの甥っ子が同級生でね、はいはいはい、ね、これでうちの兄、まあ兄がいるんだけど、はいはいはい、兄のうちにちっちゃい頃さっちゃん遊びに来たという、なるほど、そういうつながりもあるんですね。なんか一緒におか、うん、あ、うちの甥っ子が遊びに行ったのかな、はい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 、お菓子をなんか一緒にね作ったという、そういう、うん、覚えてるんだ、あ、そうそう、じゃあ結構朝からの中、うん、そう、もう割かしね、変な言い方ですけどね、うんうん、ただズブズブじゃないことは確かに、ズブズブじゃないですね、うん、なるほどなるほど、そういうつながりが、サゲさんもね、前第4回でゲストで出ていただいてます、はいはい、ウクレレで、ね、やらせていただいてて、ええ、今週浜松、あ、浜松、初浜松ですね、初浜松、でもやっぱね、昨日のね、さっきも話したんですけど、うん、伊東のね、方マルシェとかの、うん、やっぱ人がね結構ね増えてきたんでね、ありがたいね、ありがたいです、あとはね雨降ると辛いよ、昨日雨だったんでね、ものすごい辛かったんですけど、うん、でも昨日は全天候型でもう屋根あって、いいな、屋外なんだけど屋根、うん、うん、小林アロハドームすごいよ、すごい、横浜にはないでしょドーム、ナイスね、名古屋はあるよ、やめてくれてありがとうちゃんとねここにつけてるんですよ、もう、おで、こう、おで、さっき星を見てね、星を見ながら、はい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 、ベイスターズを見ながら、ね、さっちゃんね、それね、ちょっとつなげようかと思ったんだけど、それ言っちゃうともうなんか収集つかなくなっちゃうんだね、なるほど、あえてさっちゃんにも、はい、うん、つこなくていいよって言うんで、はい、はい、ミカリ見てる、あ、そうですね、コメントが来てますね、はい、誰下げって来てますね、ミカリ、イエーイ、アロハー、アロハ、あ、ミカリンさんさっき宇宙の果て、うん、D コード始まりで一緒に弾いてますと、うん、ごめんなさいね、ちょっと読みきれなくて申し訳なかったですけど、はい、ねえ、うん、ということでこの石木マルシェ今度ね、うん、いつでしたっけ、11月13日土曜日、はい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 、ね、10時半から、あ、まあ、10時からイベントは始まります、はい、で、まあ、ライブの方はさっちゃん、それから朝とミカリン、はい、それから KK ブロスって続くんですが、はい、なんと出展者一覧見ますとですね、はい、山と川と海の洗濯石鹸屋、はい、さっちゃんどうぞ、あ、説明ですか説明山と川と海の石鹸屋はうちのお母さんがやっているお店で、ほうほう、石鹸を販売したりとか、いろんな種類の石鹸があって、全身使えるものになっていて、あとはお母さんが最近わらじをとかわらで編み物を作っていて、それも面白いのでチェックしてください、はい、さっちゃんちお母さんがすごい企業でね照明そう、ランプシェード、ね、ランプシェードランプシェード、うん、そう、静波にあるエリア25というカフェがあるんですけど、そこのねお店がまた素敵なんだよ、あら、そう、それでガランコロンって入ると、うん、もうランプシェードがバーって並んでて、うん、それみんな
ママ。でもやっぱなんかおしゃれな雑貨とかね、さっちゃん、はい、あのこの間、うん、あの石木マルシェの時に、はい、後ろにあの布をね、タペストリーをね、うん、持ってきてくれたりで、なるほどそんな雰囲気なんだ、はい、じゃあお母様も出してると。出してます。そうそうそう。それ言っとかないとさっちゃん怒られるからね。そうですね。これアーカイブで見れるからお母さんにも言っといてね。あ、言っときます。ね、ママママって言わないな、お母さんかな、お母さん、他にはなんかどんなお店が出ますか今回ね、うん、今回ね、ジビエのこうちゃん、あ、こうちゃんの肉まんじゃないよ、あ、肉まんじゃない、今回は ジビエ、うん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 、それでね、サンカフェ、あ、サンカフェさんがね、またフランスパンで何あれフレンチトースト、うんうん、あ、やばいやばいね、もう女子にはたまらんね、うん、美味しい、で、まああとトリコさん、うんうんうん、でいつものようにおむすび農園さんだとかね、おむすびがね、うん、チートラツさんも来るし、うん、ガンモは来ないんですか今回ね、ガンモさん確かね他のイベントだったような気がする、あ、わかりました、うん、そうそう、意外と、うん、食べ物もあり、それからあと、うん、何アクセサリーや雑貨、うん、石鹸も、ねね、あります、石鹸もありますから、うん、で農園さんもあるので、うん、あのお茶だとか、うんうんうん、あ、時々蜂蜜とかもあったりとか、うんうんうん、なんかいろいろこうね、うん、あの一日楽しめる、うん、家族で楽しめる、はいはいはい、で石木さんの売りは今その木で作る家ということで、あ、石木さんってそもそも、何屋さんになるんですか、建築屋さん、建築屋さん、はい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 、はい、でその体験館っていうのがあって、その木ですんごい木のいい匂いするんだよね、うん、そこでこう一日ぼーっとあの過ごしながらでもいいですし、うんうん、そのウッドデッキにはでっかいウッドデッキがあるから、うん、そこでね、美味しいものを食べながら、時間を、もう当然自分たちのライブも聞いてもらいながら、ね、そうですね、そうそうそう、すごいいいところだから、あのみんな来ればいいや、うん、いいさ、なんて調べればで、石木さんで、石木、石木、うん、そのまんまあのカタカナ、うん、検索で石木って検索すれば、はいはい、出てくると、あ、こう連呼してるけど何にももらってないからね、あー大丈夫です、大丈夫です、ね、何にももらってないから、そう、これからですからね、そう、うん、あの、もらうのはね、うん、演奏させてもらう、あー、そうか、失礼しました、うん、そんな何ももらうとか言ってしまう、申し訳ない、うん、そんなもう欲しがっちゃダメね、はい、もうね、うん、申し訳ない、欲しがっちゃダメ、欲しがっちゃダメ、うん、そう、そうそう、このマルシェはもう毎月やってるんですか、はい、毎月第2だったかな、第2の土曜日、うん、第2の土曜日、うん、あ、寒い時期はやらないって、寒い時期やるけどね、あ、やるやる、あの我々は寒い、そうですね、もうハワイとかね関係ないしね、寒いとね、うん、うん、そうだね、高くできません、うん、寒くて、そういう理由であの12月でとりあえずライブの方は、はい、うん、去年もそうだったけどお休みして、それでまた春先になったら、うん、あのつくしのようにぬくぬくと出てきて、うん、ね、まあ、マルシェさんは続いていくよ、はい、マルシェさんは冬でもやってます、はいはい、じゃあ、まあ、そんなところで、はいはい、石木マルシェ、はい、11月13日土曜 日、 土曜日きっと晴れるでしょう、はい、ということで、どうですか佐々木さん、 KK ブロスで、KK ブロス、なんか、あ、KK ブロス、告知が最後あれば、告知、11月6日、浜松にあるルピナスの畑という、民間 なのかな、うん、道の駅があるんですけど、そちらの方 の、 でお花マルシェというあのハワイたっぷりなあのイベントをやります、はい、そこで、KK ブロスも演奏させていただきます、はい、11時から、はい、それで自分たちの後にはなんとあのポリネシアンダンスやられてるブレンダさん、うん、ブレンダさんが来て、しかもその中にもウクレレ部っていうのがあって、うん、でウクレレの演奏もあり、あのダンスもあり、うん、とっても楽しいよ。浜松、はい、じゃあ、ね、はい、行っていただければ。行くぞ浜松。はい、ということで、はい、気をつけて行ってきてください。はい、じゃあまずはこの、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあカッピーのジョイトゥザワールド、サケさんのジョイトゥザワールド。いいよ、カッピーの。カッピーのジョイトゥザワールドの。はい、延長戦、はい、はい、じゃあこれにて終わりになりますので、またじゃあ
また聞いてくださいね。じゃあ皆さんありがとうございました。ありがとう。遊びに来てください。あー。